チュリッヒエルリコン駅は、スイス、チュリッヒ市、エルリコンにある鉄道駅である。駅は、チューッヒエスバーンネットワークとスイスの鉄道網の両方が乗り入れる重要な乗り換え駅となっている。鉄道は、エスバーンの7線が乗り入れ、地域外からの列車も発着する。市外からの電車や貨物列車は、駅を止まらず通過する。エルリコン駅は、チュリッヒ郊外。 エルリコンの中心にあるハレンシュタディオンやメッセチューリッヒに近く周辺には重要な商業施設がまだ残っている。この駅は重要で発着数の多い駅の一つである。駅にはチューリッヒスバーンの S2、S5、S6、S7、S8、S14 及び S16 が乗り入れており、チューリッヒ国際空港とバーゼル SBB 駅、ルツェルン、 スイス西部を結ぶインターレギオの路線。特に、チューリヒ中央駅からの便は、頻繁に発着しており、所要時間は、数分ほどである。チューリヒトラムウェイシステムとグラッタルバーンの両方は、鉄道駅に隣接する電停から発着している。また、チューリヒ市交通局とグラッタルバスは、エルリコンとチューリヒ空港との間の、チューリヒ市郊外、グラッドバレーを結んでいる。 グレイス級の移動1855年12月27日、エルリコン・バリゼレン・ビンター・トゥールを結ぶ路線が、スイス北東鉄道によって開通した。この時、木製の駅が、エーベックとヤコブ・フリードリヒ・ワナーによって設計された。その後、1865年に、石造りの駅舎と入れ替えられ、今日存在するのは、1912年に建設された、ものである。 1969年6月、ケイファーベルグに鉄道トンネルが掘られ、1979年10月にエルリコン空港バスサースドルフを結ぶ路線が開業した。駅の建物やバスターミナル2本の線路は2010年半ばから改修されている。2014年6月にチューリッヒ中央駅への3本目のルートとなるバインベルクトンネルが開通した。 バインベルクトンネルの開通を保管するために、二つのプラットフォームの追加、バス、路面電車停留場の整備などの駅設備の更新が行われた。駅の北西側の新しいプラットフォームと線路の建設地には、以前エリコン機械製作所の事務所として使われ、その後レストラン複合施設、グレイス級として使われている19世紀末に建てられたビルがあった。 地域にとっての文化的重要性があるため、建物を破壊する計画は却下され、その代わりに6200トンの建物が特別に、敷設された。線路上で60メートル西に移動された。移動は19時間かけて2012年5月に行われた。ウィキメディアコモンズには、エルリコン駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。